ここが藤笠根山か。すごい、こんなに藤の花が咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。ああ。こんばんは。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤笠根山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山のふもとから中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし、
四方から匂いがする。人が恐れている匂い。興奮している匂い。それに鬼の匂い。よし。いきなり二人やれるだろうか。てめえ、何が止まらねえ。何の、クソガキ、思った以上にすましっこい。鬼の動きが見える。鬼の動きが見えるということは解除しやすい。今の俺ならできる。トン、ガリア、カラー、もう一度、ガリア、ねじれるぜ。別の鬼、トン、ここまで戦えるなんて。このまま首を狙う。
切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。よし、行こう。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。なんだこの腐ったような匂いは。これは？なんだ？大丈夫。落ち着いて動きを見ろ。修行の時を思い出せ。どうしたんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かれ構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような。でも獣のような。なんだ。ちょっとつもうし。え？よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。
血の匂いだ。まずい。もう一度ねじれ撃て。ゴリャ掴んだ。もう一度ねじれ撃て。ねじれ撃て。なんだ。まずい。もう一度。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。ただの風なの？風なら風って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし鬼がうろついてるし、何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。キミー、今度こそ出たんでしょ。もういや。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。木が倒れて通れるようになってる。ありがたい。利用させてもらおう。鬼の匂いが強くなったぞ。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て。炭治郎。
お？なんだ？この先から血の匂いがする。なんだ？何が起こっているんだ？これは手形なんて大きさだ。それに匂いが強くなってきたぞ。近い。痛い。獲物がもう一人。しかも俺の可愛いキツネじゃないか。大きい。キツネ小僧。今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正。年号が変わっている。まただ。また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん！鱗だ姫！どうして鱗だ姫さんを？さあ、俺を捕らえたのは鱗だ姫だからな！あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ！そうだね。特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それって、じゃああの二人は鬼に殺されていた。お前がサビトとマコモを恨むなら鱗だけを恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。そら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 ちっくらねえじゃない。お前に食われたものの仇は俺が取る。そう言って俺と戦った奴はたくさんいたけど誰も生き残っていない。ここだ。甘いんだよな。兄ちゃん！兄ちゃん！
避けた。まだ動けるのか。弟のシゲルの声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとうシゲル。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。体が大きくなっている。冷静に冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。サビとマコモ、二人は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に。うわ、もう一度。右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ。うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。あー、かわいそうな狐だ。どうやって食ってやろうか。する。うわ、何の。飛んでけ。する。飛んでけ。遅いな。する。もう一度。さあ行くぞ。甘いね。おっと。おっと。たか
高い。仕留め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。はじかれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。体が崩れて消えていく。止められない。くそ、目を閉じるのは怖い。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビとマコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。たった4人、20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ俺。お帰りなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい。刀は、まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在、皆様は一番下の水の戸でございます。刀は、本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に、今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス、これスズメじゃね。どうでもいいんだよカラスなんて。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ、この子から手を離せ。離さないなら折る。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ
お話は済みましたか？では、こちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し、己の身を守る刀の鋼は、ご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ、俺は。選べと言われても、どう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、五人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。